マイロン・ブルームは、アメリカ合衆国のホルン奏者、クリーブランドの生まれ。14歳でホルンをはじめ、当時クリーブランド管弦楽団の第二ホルン奏者だったマーティン・モリスに支持。その後、イーストマン音楽学校を経て、ジュリアード音楽院でジェームス・チェンバースの訓導を受けた。1949年から、ニューオリンズ公共楽団の首席ホルン奏者を務め、1954年から、 クリーブランド管弦楽団に移籍し、そこの首席ホルン奏者を歴任した。1977年にパリ管弦楽団の首席ホルン奏者に転出して1985年までその任に当たった。2003年には国際ホルン協会からプント賞を授与されている。ホルン教師として1961年から1977年までクリーブランド音楽院、 1982年から2001年まで、カーティス音楽院。1993年から2001年まで、カーネギーメロン大学で、後進の指導に当たった。インディアナ州ブルーミントンにて没。ローゼンバーグ、ドナルド・ザ・クリーブ・ランド・オーケストラ・ストーリー、セカンド・ツー・ノン、グレー・カンパニー。 P281 奥く,く44414148アーカイブ2015年9月24日ウェイバックマシンアーカイブ2019年9月27日ウェイバックマシンありがとうございます